京阪南海エイトコドリプロジェクトパナソニックパンサーズ VS 堺ブレイザーズコラボ企画 SNS キャンペーン直接対決前哨戦SNS キャンペーン直接対決前哨戦ホームタウン PR 対決第2弾私たち、どこに来てるかと言いますとせーの阿浦さんに来ております、今回 MC を担当させていただきます今村です。よろしくお願いします。7番宇佐原翼です。よろしくお願いします。背番号3番第2の児玉康成目指してます中村俊輔です。では参りましょう。はい、じゃあ今お席に着きまして、皆さんどうですか。ビュー見てください。ビューを最高。あちらに見えるのは何ですか。どちら。あちらです。山々ありますね。山々だったり。見てください。こちら電車も通ってますね。これがまさしく京阪沿いということで合ってますか。合ってます。このビューを見ながらのお食事となっております。今回これ硬くないですか。いつもそんなんじゃない。すみません。オープンテラスだからもっとビュー言いたいだけじゃないですか。このね開放的なね空間で今からお食事をするわけですが、じゃあもうここ座ってるだけでも匂いがそうです。はい。いい香りがしてくるんです。はい。行きましょう。ということで、はい。じゃあ頼みますね。自分の方に雑。行きますよ。頼みますよ。はい。せーので行きましょう。はい。せーの。店長さん。はい。はい。じゃあデリプレートお願いします。はい。ありがとうございます。レプレートを3つご用意いたします。はい、お願いします。ドリンクはもちろん。我らがもちろんこれですね。パンサーズブルー。はい。ガラナ93でお願いします。はい。それかヒコさんが自分の。僕は自分の表をちょっと集めようと思って。じゃあ僕は同期の児玉選手のあの日の思い出。はい。自分はこのなんか人気ないとか噂してるんですけどちょっと飲みたいなと思ってミラクルトロピコですね。そんなことない。あ、だからこの人は持ってるみたいですけどね。そんなことない。どれも中間報告でなんか拮抗してるよ。一つだけ下がってる。ないよ。じゃあ聞いてください。3種お願いします。はい。決まりました。はい。少々お待ちください。日も落ちてきてお店の方からねライトをプレゼントしていただきましたので、はい。夜になるとやっぱ表情も変わってきますので、それもね楽しんでもらって。はい。おっと今パンサーズブルー来ました。これが初めて見ます。初パンサーズブルーですね。2人は誰のでしたっけ。これを児玉選手と白澤選手、これがミラクルトロピコですね。かわいい、おしゃれすぎるわこの空間。すべて揃えましたので、じゃあ食べてみますか。はい、どうぞ。いただきます。どうぞ。どれからいくか迷いますね。種類が多いからどうしようかな。じゃあチキンからいきます。はい、バンバンジーですね。それはマリネ。はい、いただきます。はい、どうぞ。めちゃくちゃうまい。何これ。バンバンジー、はい、おしゃれ。この空間も相まって里芋とレンコンのボロネーゼいただきます。うん、うまっ。食感がちゃんとレンコンの食感も残ってボロネーズとよく合ってめちゃくちゃ美味しいです。美味しいですか。めちゃくちゃ美味しいです。これです。私はこれ先にいきます。これは菜の花としらすの海藻。はい、いきます。言葉がね美味しいです。これやっぱり海のね、ものと、はい、菜の花と、地のものと混ざってミックスして、今、こっそり豆も一緒に食べたので、全部いいとこ取り。本当だ、すごい。ベルも好きに食べちゃっていいですか。あと、パンあるので、あ、そっか、パンに挟んでもいいし、まあ、乗せてもいいし、っていう、はい、好きに、ちょっと好きに組み替えはもうご自由に、はい、何十通りもあるので自分挟もう。そんな行くんそれって。これミックスするね。いいよ。いいと思うよ。味が。わんぱくやな。自分いっぱいこれ入れたい人。これでいきます。はい。うん。うまい。めちゃくちゃうまい。パンがまずいいです。パンがまず。コーンパンですね。なんか自分ハンバーガーみたいな感じでめちゃくちゃ美味しいです。カスタマイズして。はい。ああ素晴らしい。自分でいろいろ取れるんで。美味しいです。これ女性の方とかすごい絶対好きですよね。いろんなものがいっぱい入ってる。もちろんです。すべての栄養素をね取り入れたワンディッシュになっておりますので。結構ボリュームもあるんで、自分たちでも全然多分お腹いっぱいになるぐらい入ってました。もう食べた。まあ食べた。すごいね早いね。めっちゃ美味しい。グラタン。グラタン美味しい。ウーバーです。ウーバー。グラタンは何ですか？ウーバーです。せーの。ごちそうさまでした。どうですか食べてみて、大輔。もう全部美味しくて、もう心もお腹も。あ、満たされた。満たされました。あら、素晴らしいですね。いやでも、はい、彩りも良くて、なんかインスタ映えとか、そういうの写真映えもしそうなんで、なんかみんな食べてほしいなと。いいですね。はい。ということで、今回ね、青浦さんで美味しい食事をね、とることができまして、心と体と。出されまして、はい、今回紹介したおすすめグルメ以外にも選手の読みすぎだけど締め言うてんのに指でやるなら最初にやってほしい。オープニングでやってほしい。こんなところでやるんじゃないと。最後にやってほしい。すいませんねちょっとね、はい、今回紹介したグルメ以外にも選手のおすすめホームタウンや沿線のスポットやグルメイントネーションにグルメが宮崎出てくるグルメついでしょ。スポットやグルメお土産を京阪南海の特設ウェブサイトで紹介していますので、ぜひウェブサイトもチェックしてください。今回の動画を Twitter と Instagram にアップするので、ぜひ皆さんいいね、リツイート、コメントをバンバンやって、こちらの方もぜひ勝利していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。では最後、いつものやつで締めます。はい。いいですか？はい。いつものやつですよ。はい。裏を書いて、あれでいいですか？はい。わかりましたね。いきますよ。はい。せーの、パンサーズ。